優勝戦六号艇の田中太一郎選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は五コースからコンマ一七のスタート、外前からの二着で優出ということになりました。今節の足の仕上がりなんですが、いかがでしたか。うん、まあ初日からちょっと手応えはあったんで、はい、まあうまく調整できていると思います。はい、前見日にはちょっとイマイチかなとおっしゃっていましたが、もう初日にすぐしっかりペラを叩いて。 たで特徴的だったのは、展示タイミングがずっといい感じでしたね、タイプ的には伸び型ですか。<laughs> うんまあ、伸び型じゃ伸び型ですけど、ちょっとスリットから部がいいかなみたいな、まあそうですね、はいはい、その他の足ですが、出足、回り足はいかがですか、うん、悪くないと思います、はい、では、気温が上がってからも調整面ではうまくいっている、はい、対応できています。はい 一度一コースからスタートをへこんだレースありましたが、それ以外は大体スタートの方もいいものが決まってますかね。そうですね。はい。感動りですか。まあ、ほぼほぼ。感動りです。はい。優勝戦の枠は六枠ということになりましたが、こう作戦面はいかがお考えですか。まあ、多分六コースです。はい。小島は初輸出なんですが、いかがですか。はい、ああ、そうですね。はい。頑張りたいです。今回は結果が出たかなというところですね。はい。はい はい、分かりました今年はこれが4回目の輸出で前回の優勝3月の常名は6コースからのまくり出しで11万円台の後輩とも出しておられます今年 V2 へ向けての一戦ですファンの方に一言お願いします、えー、優勝を目指して精一杯頑張ります応援よろしくお願いします